今深夜です、どうもポンちゃんだと思われるのですが、ここにおしっこをしてしまったようです。ピントも合わない。ポンちゃんおしっこ漏らしちゃったかな。漏らしたんじゃなくて多分まずここでしてると思う。なんかここでしようと思ってね、これはちょっとまずいことになりました。経緯としては多分ですけれども、夜中に、外に出たがるので、マオイママが、遊ばせていたということなんだそうですが、その後、気がついたらですね、布団におしっこがされていました。これがこのまま続くのかどうか、いろいろちょっと考えなければいけないです。まあ犯人がポンちゃんかどうかも現場を押さえていませんので、ジャン君かポンちゃんか今のところ分かりません。さあ問題ですよ。一つの要因としてトイレが、今ちょっとうんちがされているので処理をしますが、トイレが汚れていてということがあるかもしれませんので、トイレを増やすかな。増やしてスペースを取ってっていうのは、やってる。はい。おいちゃん。おいちゃん大丈夫よ。ジャン君がね、今またおしっこをしたんだけど、続けざまだね。さっきうんちだったよ。あ、そう。じゃあ大丈夫かな。寒くなってトイレに行きたくなるっていうのは猫も一緒なのかな。多少あるかもね。どうかわかんないけど。はい。とりあえず、スギニャンの方向をこうまた90度回転させて、ここに隙間を作り、これを寄せてトイレを2つ行きますか。で、爪研ぎ1個カットかな。そうだね。か、まあ、ちょっと置ける場所があったらそこら辺に、まずはそういう対処だけしましょう。現在は3時ですね。まだまだ明け方までにも時間があるんですが、インターネット上で羽毛布団の、コインランドリーでの洗い方などを、今プリントアウトしながらですね、ここではトイレを2つに増やす作業をしています。近所のコインランドリーを調べると、この辺ではですね、インターネットのホームページの情報があまりなくて困るんですけれども、ストリートビューで、探したところ朝5時からやっているということは分かりました。持っていくかどうかちょっとこれからまおいママさんと相談しながらいきます。ポンちゃんが犯人なのか、ジャン君が犯人なのか分かりませんが、とにかく周りから固めていって、続けてそこでするのが快適っていう風に思わないようにですね、トイレでしたくなるように仕向けていきます。はい、ジャックン、あなたかもしれないのはどちらとも言えません。2人ともこの時間に人が起きてるからすごく今甘えたりしていますが、ポンちゃんもやたら甘えるんだけどね。そうすればいいのかな。そうしましょう。ポンちゃん、高いとこ行く。昨日の夜、夜っていうか夜中ですね、ポンちゃんなのかジャン君なのか、分かりませんが、お布団におしっこをしてしまった事件、その後、一度手で洗ってみようということで今置いてあるそうですが、問題はジャン君とポンちゃんはどうなのか今ということです。特に体の不調で、おしっこしちゃったんじゃなさそうですね。結構元気にしています。こちらはポンちゃん、そしてはい、こちらはジャン君ね。ジャン君もポンちゃんも元気そうです。この点では良かったです。問題はあとはおしっこをされないようにするにはどうしたらいいのかですね。